ハルキサゾラムは、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤の一種、長時間作用型。日本での商品名はソメリンなど、連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている、麻薬及び抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である、睡眠薬として、 不眠症の患者に使用される、倦怠感、頭痛、集中力低下、ふらつき、脱力感など、日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、 厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、 日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。AB 厚生労働省医薬、生活衛生局安全対策課長、催眠鎮静薬、交付案薬及び、交点管薬の。 使用上の注意改定の周知について https://www.pmda.go.jp/.files/.000217230.pdf2017 年3月25日閲覧及び使用上の注意改定情報医薬品医療機器総合機構2017年3月25日閲覧主に 朝早く目覚めてしまう人や夜に何度も目覚めてしまう人に処方される医薬品医療機器総合機構ベンゾジアセピン需要対策動薬の依存性について医薬品医療機器総合機構プムだからの医薬品適正使用のお願い https://www.pmda.go.jp スラッシュファイルズスラッシュ 000217046.pdf2017 年3月25日閲覧医薬品医療機器総合機構調査結果報告書医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp スラッシュファイルズスラッシュ 000217061.pdf2017 <Te le ikka> <ango> <ッ>年3月25日閲覧ありがとうございます。